你母亲现在多大岁数？100岁。小帅。今年100岁。一百多岁的。回去做寿。身体还挺好的。回去做100岁。帰ったらね。回去做100岁。小帅の誕生日の。拜寿。哦，そうですか。哦，それはおめでとうございます。政治的な理由からインタビューを断る人も多くいました。人道的措置として政治上の対立を超えて始まった大陸への里帰りです。40年ぶりに見る故郷はどんなに変わっているでしょうか。国境内戦当時の中国が彼らが記憶している最後の大陸でした。里帰りしてきた台湾のお兄さんを中心に家族揃って食事を楽しむ光景を見かけました。復権後の会話が飛び交い笑いが弾けます。笑う目尻に涙がにじんでいます。台湾の人も中国の人も皆同胞、里帰り心から歓迎します。同じ中国人ですから。大陸の人も台湾の人も同じ趣旨のことを言い合い、乾杯の杯を重ね合っていました。さて、日本では暖冬が続いていますが、アメリカ中央部一帯では28日、多いところで86センチの積雪がありまして、各地で飛行機が欠航したり、また凍った道路で車のスリップ事故が起きるなどの被害が出ています。この雪でアメリカ中西部のロッキー山脈では86センチの積雪があったほか、延べ160キロ以上の高速道路が閉鎖されました。このため空の便も大幅に乱れまして、デンバーのステープルトン空港では乗客が7時間以上も足止めされました。一方、シカゴではこの日行われたフットボールを見ようとする熱心なファンが雪をものともせず寒さの中列を作りました。またカンサスとオクラホマでは道路が凍結しまして、交通事故によって10人の死亡者が出たほか、少なくとも1000人以上の人が雪による停電で暖房が途切れ、寒さに震えながら一夜を過ごしたということです。現代文学の最長老で芸術院会員の石川淳さんが今日未明肺がんのため亡くなりました。88歳でした。石川さんは東京浅草の生まれで、大正9年に東京外国語学校のフランス語科を卒業、昭和13年に発表したマルスの歌は反戦思想の角で発禁処分を受けました。戦後も黄金伝説や処女解体など独特の高等的な作品を発表し、36年には日本芸術院賞を受賞しました。アメリカ国務省は28日、マンスフィールド駐日大使がハワイで手術を受けるために26日、夫人とともに東京を離れたことを明らかにしました。東京への帰任は2週間後になるだろうということです。病名は明らかにされていませんが、マンスフィールド大使は軽い前立腺炎と言われておりまして、来年の1月13日からワシントンで開かれます日米首脳会談に出席できるかどうかはわからないということです。新鮮な海の幸が3割から5割で買えるという正月用魚介類歳末謝恩セールが今日から東京九段のカツオマグロ会館で開かれています。お正月の食卓に欠かせないのがマグロやカツオなどの魚ですが、この海の幸を豊富に取り揃えた催しとあって、おせち料理の買い物で頭を悩ませている主婦にとっては大変好評なようです。赤身のマグロが100グラム100円、刺身用カツオが1尾500円、そして荒巻き鮭が1尾1000円と鹿より3割から5割も安いとあって、朝早くから長い行列ができました。この歳末謝恩セールは今年で12回目を迎え、今日と明日の2日間開かれます。会場の熱気と勢いにつられてついいらないものまで買ってしまいそうです。さて、江戸時代の先端技術とも言えます機械仕掛けのからくり人形などを集めました日本のからくり展が東京多摩市のデパートで開かれています。日本のからくり人形の歴史は古く、平安時代の今昔物語集にその記述が残されています。最もからくり人形が盛んになったのは江戸時代になってからで、
今回展示されている茶運び人形などは裕福な人々の玩具としてもてはやされました。からくり人形のゼンマイにはクジラのひげが使われているというのも時代を感じさせます。会場では人形芝居や見せ物小屋で活躍した鉄棒人形や次から次へと棒に飛び移ります綾渡り人形の実演に、あ、これですね、人気が集まっていました。この日本のからくり展は新年の7日まで開かれています。山菜の王様といいますとタラの芽をあげる人が多いんですが、お正月の天ぷら用のタラの芽の出荷が栃木県の鹿沼市で最盛期を迎えているんです。タラの芽はこの地方ではタラッペと呼ばれ山菜の王様として有名ですが、普通は4月から5月の新緑のシーズンに芽を出します。ここでは正月用のものがビニールハウスで栽培されており、おがくずを敷いたとこに植え付けられたタラの原木から出た芽を丁寧に摘み取ります。タラの芽は主に天ぷらに使われるということでパック詰めにして出荷されます。値段は100グラム1000円前後と季節外れの山菜のためかなりの高値となっています。天ぷらなどに合いそうです。さて、カンガルーに似たワラビーという動物がいるんですが、千葉県勝浦市の滑川アイランドに世界でも珍しい白いワラビーがお目見えしました。ワラビーはオーストラリアやニューギニアに分布するカンガルーの仲間で、普通は灰色か赤茶色をしているんです。灰色か赤茶色をしているんですね。滑川アイランドにはオスとメス2頭ずつ4頭のワラビーがやってきましたが、ご覧のようにいずれも体の色が白いアルビノと言われる突然変異体です。このワラビーたち生まれはイギリスの動物園で、両親もアルビノ